命軍がやられたのか。ユガラ、確か革命家ドラゴンの。あ、サボ、これ俺の兄ちゃんだよ。は？サボさん、あのドレスローザで会ったって言ってたもう一人のお兄さん、参謀総長なんですか。革命軍のナンバー2じゃないですか。どんな三兄弟よあんたたち一体。いいえ、すげえ。じゃ、この横のドラゴンって。当然でしょ、2年前におじいちゃんが言ってたじゃない。そういえばルフィ、おめえ親父に会ったそうじゃな。あ、父ちゃん。父ちゃんってなんだよ。俺に父ちゃんなんかいんのか。なんじゃい、名乗りでやせんかったのか。ローグタウンで見送ったと言うとったぞ。あの町にルフィの親父がいたのか。ま、俺の父ちゃんってどんなんだ。興味ある、ルフィのお父さん。お前の父の名はモンキー・ディ・ドラゴン、革命家じゃ。革命軍総司令官ドラゴン、あんたのお父さんでしょ。これが俺の父ちゃんか。今さら初めて見た。ルフィのお父さん、革命軍のボス。すごいすごい、ダルチュー。あんた2年間全く調べたりとかしてなかったの。普通気になるでしょ、こんな有名人が父親なんだから。ロビンもずっとお世話になってたって言うし。そうか、初めて見た。でもあんま似てねえな。それよりサボが心配だ。もうよ、まあ写真じゃ実感湧きませんよね。